ジュビラープロリーグレギュラーシーズン第25節。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ファーストハーフが始まりました。ジュピラープロリーグレギュラーシーズン第25節。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、まずはこのゲームの立ち上がりです。さあ左へ預けて、セルクレブルーヘは今日ここ5試合毎回得点を挙げているチームとの対戦となります。この得点力は脅威に違いありません。また中央へ、チャンスを演出できるか。セルクレブルーヘ、ここでファールをもらいます。イトラスペ、今のは注意だけだったようですね。そうですね、また時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。早速シュートを打ってきます。この試合初めてのシュートを放ちました。ガライ、ハリロビッチ、裏を狙っていきます。さあ抜けた、香川に渡る。セルクレブルーフ、ここはクリアでピンチを出します。ロングフィードで狙う、ここ来ましたよ。自分で行く、とボールは追いつけるか。今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくり行ってほしいですよね。上田、長いボール縦に入れます。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。ゆるく狙ったボール、シュート、サール、すごい反応を見せました。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。好セーブを見せました。前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。組み立てながら攻め上がっていく、イトラスペ、ロムロ、インサイド上がっていく、裏へのスルーパス、あーいい展開ですね。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今シーズン初ゴール、
1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。スペースを狙う香川、ロムロ、ハリロビッチ、ロムロからのパスは通りませんでした。激しいボールの奪い合いです。スルーパスを出す、このボールはつながりません。イトラスペ、スルーパス、チェックを受けながらのドリブル、うわっ、取らないですね。さあどうする、セルクレ・ブリテはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。もう一つ前に行きたい、レースを狙ったシュート、いやのボール、ホーム側としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。このボールに触ります、ハリロビッチ、ロムロ、パスでつないで攻め込んでいきます。サイドを使います、長いボール縦へ、ボールを下げてリズムを作るか、長いボールを送ります。大きく縦へ、どうする、ハリロビッチ、香川、サイドのスペースを使います、香川、シュート、さあさらに点差が開いています。いやーよく反応しましたね。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちり予想したポジショニングを取って、続いて枠に流し込んだいいゴールですよね。今シーズン2ゴール目です。得点、そして今前半終了の笛が吹かれました。しかしこの追加点は驚きましたね。そのまま終了した雰囲気になりましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだすっきり同性ですからね、後半期待したいですね。ジュピラープロリーグレギュラーシーズン第25節、2対0とリードして後半へと向かいます。後半です。これはなかなかこじ開けられない、縦へのボール、ここで前を向けるか、ボールの奪い合い激しいものがあります。ここでファウルがありました。幸運にも注意に終わりました。ちょっとファウルになりましたけど、この辺で押さえておかないと危険ですよ。直接狙える位置ですが、どうでしょう。このセットプレーがね、うおー、素晴らしいゴールでしたね。後半開始早々ゴール、直接ゴールに叩き込みました。
精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。今シーズンの3ゴール目となります。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。できるだけ後半の早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですけども、やってきましたからね。これで試合分からないですよ。チャレンジはしません。後ろに流す。プレッシャー。イトラスペ。イゴール。裏へのスルーパス。いいボールでしょ。ゴールに向かっていく。激しいボールの奪い合い。あ、これファール取らないですか、レフェリー。セルクレブルーヘが最終ラインまでボールを下げる。縦へ送る。いいプレッシャー。抜ければチャンス。裏へ届くか。ガライ、長いボール縦へ。ボールを下げてリズムを作るか。一気に前線にボールを送る。ここは通しません。香川、いけるか。外に逃げる。あとこのパスフリーで受ける。来た。シュート。長いボールを送ります。アリロビッチ、このボールはカットされます。裏を狙う、抜けた。あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここは大きく縦に入れます。セルクレブルーヘとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。セルクレブルーヘはここでベンチが動きます。サイドのスペースへ走らせる。仕掛けるタイミングを図る。さあ右へ預けて、アリロビッチ、ボールを受けて、ボールの場合は激しいものがあります。さあボールは香川へ。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。セルクレブリーケが最後のカードを切ります。ガライ、ガライから大きく縦へ。チャレンジはしません。後ろに流す。大きく縦へのアーチ。このまま逃げ切るんでしょうか、それともまだドラマが見られるんでしょうか。このまま終わりますと、なんとリーグ戦4連勝ということになります。ここはすぐ奪い返します。セルクレブルーヘ、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。これ仕掛けるか。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。この後ですよね。し
しっかりと切り替えたいところですよね。裏へ出るか、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ホーム側としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。必死のクリアですよね。最後の交代枠を使います。どうだ、ハーテを使います。時間ないですよ。ここ行きたいところですよね。笛です。2対1、見事白星を挙げました。さあいかがでしたか。いや非常にいい試合でしたね。持ち味を発揮しながらね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。特にこう中盤の攻防非常に見応えありましたよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ジュピラープロリーグレギュラーシーズン第25節、勝利して勝ち点3を手にしています。